サブということで、今日はねちょっとね新宿に来ております。新宿の丸いアネックスね、カルチャー好きの人はご用達の丸いなんですけど、ここですね、じゃん。今日はちょっとここにとあるガチャを回しに来ました。この丸いの中のヒューメニーさんというお店に向かいます。あ、寒い。さあ、というわけで開けていきましょう。ビニールアーティストガチャバグのシリーズ、今回は33ですね。シリーズね、もうすごいですね。33シリーズ目ということで、今回も熱いシリーズとなっておりました。1種類ずつ回してきました。まあ一本勝負っていう感じですね。まあこれもう見えてるんですけど、まあちょっとねパッと見の感じ、まあ色に関しては若干こうマニアック寄りな感じかな。うん。一色ね、これも見えてるんだけど、ポップな色はあるんですけど、ちょっとね、色はちょっと落ち着いた感じになっております。で、ラインナップはね、こんな感じで、シリーズ33なんですけども、まあ、うちの Vlog でもおなじみ、白朗さんのね、電子子猫とか、まあ、あと、なんと今回、元電波組、夢見ネム、ネムキュンですね、ネムキュンのタヌキュンがいたりとか、非常に熱いラインナップとなっております。まあ、今回初めて、触ってみるね作家さんのキャラクターとかもいるので、その辺も含めてじっくり見ていきたいと思います。ガチャ全部一周ずつ回したのはちょっと初めてかもしれないですね。そう、ちなみにねビニールアーティストガチャっていうのは、まあ、サイズ感はこれぐらいのサイズ、まあ、この電子コダコはねちょっと比較的大きめなサイズなんですけど、ソフビですね、ソフビの作家さんのね作品が、まあ、500円でね、まあ、ちょっとサイズちっちゃめだけど、手に入るっていう非常にまあ、僕ら一般人に嬉しいというかそんなにポンポンソフビ買えないね僕でも結構手に取ることができる嬉しいありがたいガチャガチャなんですよね。で5種類ねガチャガチャそれぞれ色があって、どれが出るかわからないっていう感じで、今回は1種類ずつ1回ずつ1回だけ回してきました。はい、というわけでじゃあねどうしようかな、白朗さんから行こうかな。これね電子子猫、よいしょ、行きましょう。じゃじゃーん。さあ、もう当たり前のように可愛いという。もう当然ですね。もうこれは、まあ僕が個人的に愛しているデザインというのもあるんですけど、さあ、こちら、電子子猫ですね。可愛い。いやー、いいね。なんかデザインもまたさらに洗練されてる感じがして、非常にいいですね。首が稼働する感じになってます。ミニソフビですね。いやーいいね。どうでしょうこの感じ、ちょっとねじっくり寄ってみてください。こんな感じです。いやーいいですね。色は何色っていうんだろうね、このなんか落ち着いたピンクと言いますか、まあ、非常に絶妙なカラーリングで、ちょっとこの辺もねグラデーションがあって、なんか桃、果物の桃みたいな感じの色を感じますね。いやーやっぱこの手乗りするね、手乗りというか指に乗る感じですけど、非常に可愛い電子子猫ですね。でこの子、まあ一応これ中にねペラ1枚入ってて、こんな感じでラインナップ一覧表が入ってるんですね。こんな感じで、いやー本当にこれはね500円、最近ね自分もちょっとこうソフビの世界を知るようになってて、500円でねこのミニソフビ非常にコストパフォーマンスは高く感じるようになってきましたね。そう、ビニールアーティストガチャありがとうございます。じゃあ続いて参りたいと思います。さあ続いてはこちらですね、いきますよ、パカッ、じゃじゃーん。さあ
ちょっとモダンな感じというか、かなりアートな、アーティスティックなキャラクターが出てきました。こちらですね。開けてみましょう。よいしょ。いきまーす。じゃーん。あ、これ出してみたらめっちゃいい。なんか、これただの黒色じゃないですね。なんか微妙に、ちょっと、なんて言うんだろうな。アッシュグレー的な、濃いめなアッシュグレーみたいな感じで。なんか、なんだろう、シンプルな黒ではない何かを感じますね。あ、尻尾が意外と長い。さあ、このキャラクターですね。こちらは、こちらで、ね、ジャンクフードオペラさんという作家さんのね、クオッカちゃんですね。クオッカちゃんというキャラクターで、こちらも5色展開で、今回バナード、一番のピーキーな色ですね。この真っ黒。黒のクオッカちゃんが出てきてくれました。なんかおしゃれですね。こうモダンな感じがまたいいかなと思います。このなんとも言えないこの表情、わかりますでしょうか？かわいいですね。まあ、いろんな色見てみたかったってのもあるんですけど、やっぱこう自分が地引きした色ってのはどこか愛着が湧いてしまいますね。やっぱね、なんかこれ単純な黒じゃなくて、ちょっと明るめなライトブラックっていうのかな？色味はね、非常に特徴的な感じがします。なんかおしゃれ感もあっていいですね。部屋に置いててもあのシンプルなんで非常に馴染むかなと思いますね。こんな感じ。ちょっと色がねピント、いや、そう、この色がちょっとねピントが苦手な色なんですけど、さあこんな感じかな。いいですね。クオッカちゃんですね。これ初めて、手に取ったキャラクターでございます。かわいい。さあどんどん開封していきたいと思います。よいしょ。じゃあこちらですね。いきます。じゃじゃーん。お、こちらも色がですね、クオッカちゃんとまあ対になるような感じで、でこれもパッと見なんですけど、おそらく蓄光タイプじゃないですかね、もしかして。じゃん。さあこんな感じです。こちらですね。こちらのキャラクターは、さあこちらですね、こちらの千島幸之助さんという作家さんですね。コパタパタンですね。パタパタンの小さいバージョンですかね。コパタパタンというキャラクターですね。これも可愛いですね。でこちらも、まあ、色味が展開されてるんですけども、まあ、一番こう、まあ、ちょっと無色に近い感じの色ですね。でおそらくこれは蓄光タイプなんじゃないでしょうか。ちょっとワクワクでございますね。可愛い。これは現物を手に取るとかなり可愛さが増しますね。なんかバグのガチャのね、あの筐体見た感じで、うーん、どうしようかなって最初はちょっと思ったんですけども、これ手に取ったらマジでやばいですね。いやー、可愛い。コウモリのキャラクターですかね。非常に可愛いですね。ちょっと寄りで見てみましょう。こんな感じでございます。いいね。さあちょっと今 LED のライトをねたっぷり浴びてるんですけども、わかりますかねこれ。ちょっとわかりづらいけどね、多分もうちょっと長時間光を当てたら、もう電気消灯したらかなり光りそうな感じですね。ほんと短時間で当てただけで結構光ってるんで、肉眼ではねだいぶ光ってるのが確認できる感じです。かわいい。ちょっとこれまた新しい発見ですね。いや、このビニールアーティストガチャ、これがあるからいいんですよね。新しいこうソフビのキャラクターと出会えるのもまたこのガチャガチャの醍醐味です。いいね。さあそして今回こちら最後の開封なんですけど、まあ、これをねちょっとなぜ最後にしたかなんですけど、さあ出てきました。こちらはじゃん、まさかのゴールドが出ちゃったんですけどね。ちょっとねこれはちょっと正直ね、やっぱあのオリジナルのミントグリーンのカラーがねちょっと欲しかったんですけど、とりあえず見ていきましょう。お、あ、なんか触った質感が面白いぞ。あ、ちょっと待って。あ、なんだろうこの質感、ちょっと初めて触る感じ。マット質感ですけどね。あ、首が可動式になってます。こちらはタヌキュンというねキャラクターなんですけど、こちらですね、タヌキュンフレンズですね。こちらは元電波組インクというアイドルグループの夢見ねむさんがデザインしたキャラクターでございます。でこちらのですね、この電波組インクというアイドルグループ、大学4年生ぐらいから社会人2年目ぐらいまで実は追っかけてまして、私、
まあ、アイドルオタクというにはちょっとさすがに億劫なものがありますが、ね、周りのオタクさんたちに見てたらに比べたら全然自分はまだカジュアルな感じだったんですけど、電波組インクね、あのディアステージというライブハウスから結構ライブに足を運んでいて、まあそのすごい勢いで当時あの各なんだろ う, こう規模が大きくなってて、まあ、その様子をね間近で見ながら、すごい感動しながらね見てた記憶があって、あの初めての武道館ライブだったりとか、まあ、いろんなあの電波組に関しては、結構ねその売れる前から追っかけてたっていう記憶があったんで、かなり思い入れのあるアイドルグループなんですよね。でその中でも実は僕の推しメンがネムキュン、まあ、こちらのキャラクターデザインした夢見ネムだったので、まあ、これはねちょっとあのやるしかないかなって思いました。タヌキュンのグッズね過去にいっぱい出てて、僕も何度か買ったことはあるんですけど、結構昔の話になっちゃってて、ここ2、3年で久々にこういうなんか話題を呼ぶグッズが出たかなという気がしますね。懐かしいなちょっとやっぱオリジナルのミントグリーン見たかったけど、まあゴールドでも全然可愛いですね。この絶妙なデザインですよね可愛いですね。さあちょっと4つね並べてみますと、やっぱ色がねなんかちょっとマニアックですよね、かなりね。あ、いいですね。あ、でもなんか並べてそう、毎回ねこのガチャとかね並べるのが結構好きで、あの混沌とした世界になるのが結構好きなんですけど、今回こんな感じのラインナップでございました。でも、まあ、やっぱねこの電子コネッコですね、もうあの白朗さんのキャラクターに関してはあのねもうちょっとまあちょっとまあ特別好きなものっていうのもあるっちゃあるんですけど、こっちのね2種に関しては今回初めてあの開封させていただいたんですけど、まあちょっとやっぱね実物手に取ると大きいソフビ見てみたいなっていう感じがしますね。まあ、どっちも今回色がねちょっとモノトーン系だったので結構シックでかっこいい感じなんですけど、まあ、ちょっと色がついてるのも見てみたいなという感じがしておりますね。というわけで今回はビニールアーティストガチャの開封でございました。結構パンパンパッとテンポよくやらせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。もし動画ね楽しかったら高評価ポチッと押していただけると励みになりますのでよろしくお願いします。まあ、普段どんな動画出してるかはチャンネルページの方で見ていただけると嬉しいです。はい、というわけで今回はビニールアーティストガチャの開封 Vlog でございました。開封というかまあレビューですねちょっとみんなでじっくり見てみようという感じでございました。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。